橋越えて一回カーブしたらすぐだ。あこのマサは部長です。この橋を渡った先に、これはこのマサは、これが売店かな、バンガローゾーンですね。16番。すごい、こんにちは、アオリナです。そして本日お隣にいるのはアオちゃんです。はい、ということで本日もアオリナ夫婦です。皆さんこんにちは。本日夫婦キャンプで行くのは、神奈川県相模原市にあります、道志道沿いにあるこのまさわオートキャンプ場に向かっております。このまさわオートキャンプ場はね、初めて行くキャンプ場になりますので、動画内でキャンプ場紹介とかもやっていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。こちらがアオリナが大好きな青野原とセブンイレブンのちょうど間あたりにあるアーチの橋になります。この橋をね、越えると神野川の動画の時の行く時にも話したセブンイレブンがありますので、そのセブンイレブンで最終のお買い物をしてキャンプ場に行きます。で、お手洗いとかはね、皆さんここで行っといた方がいいです。この先にね、お手洗い簡単に入れる場所がないので、お手洗いはここで行っておいた方がいいです。それではお買い物してまいります。はい、セブンイレブン出ました。こっからね、多分そんなに遠くないと思うんですよね。バカンス村はここを右なんだね。ちょうどセブンの次がバカンス村なんだね、ここね。それでは本日も夫婦キャンプ楽しんでいこうと思います。安全運転でよろしくお願いします。それではキャンプ場、このまさわオートキャンプ場までレッツーゴー。最後まで見てね。青根が1キロ先右折ですね。今日このマサは青根を通り過ぎて行きます。この先青根の交差点です。お、橋を越えます。橋越えて一回カーブしたらすぐだな、多分。ここをカーブしたら右折かな。私たちが今日行くのはこのまさわオートキャンプ場の方ですね。広い方。このまさわ渓流園はちょっとこじんまりとしたキャンプ場なんですけど、私たちが行くこのまさわオートキャンプ場は向かって右折するような感じ。あ、ここがこのまさわ、あ、ここを曲がるんですね。ここを右に曲がります。はい、坂を下ります。このまさわキャンプ場、おーい、あ、ありました。はい、お客さん来てますね。このまさわキャンプ場です。はい、このまさわキャンプ場に着きました。今からね、この橋を渡った先に管理棟があります。これはこのまさわっていう沢なのかな。あっちが道志川かな。
か薪も売ってるんだね。薪も調味料とかもあったね。あ、アイスがある。じゃあ後でこれが売店かな。はい、受付完了です。で今日はですね、キャンパーさんがほとんどいないそうなので、好きなとこに貼っていいということなので、ちょっと軽くキャンプ場の中見ながら貼りたい場所を決めたいと思います。何？夜着物に合わない。このマサーさんの水の神様ですか。無事キャンプができますようにお参りさせていただきました。獣に合わない。獣出ませんね。今日は川サイトの方に、川が見えるサイトに貼りたいと思います。アオリナで、こちらの受付をね、さっき管理棟でしたので、駐車券をもらったらこの橋を越えてキャンプ場の中に入ります。やっぱこのマサワだね。これがこのマサワっていう沢なんだね。はい、これ右に、まあ、お手洗いとか、まあ、バンガロー。ここは今ね、バンガローゾーンかな。うん、バンガローですね。あ、これここを右に行くのか。これはもう全部バンガローゾーンですね。この辺りはバンガローになってます。で、この右側に今15番があるね。これが15番、16番、17番。ちょっと川の方のサイトも見に行ってみます。左は余裕あるよ。わあ、すごい。これが今このマサワキャンプ場。ちょっとこのね、川沿いのサイトに来たんですけど、ちょっとここデイキャンパーさんがいて、あと明日もね、キャンパーさんが一組来るらしいんですよね。滝がちょうど影になって見えないので、ちょっと林間の方に行こうかなと思っております。でもこう川はすごい雄大に流れてて、目の前が川なので、この川沿いサイトは良さげですね。今2組デイキャンパーさんがいます。登れる？今ね、24番、この林間の方に向かってます。今24番のサイトまで来てます。こっちが37番とか38番の方ですね。この角行きたいね。一番角行ってみる。33番、ここを降りてみて。ここ降りるんだ。ここ炊事場があるじゃん。滝の目の前いいじゃん。こんなとこ登ってくの大変だね。35番と36番、これ30番、一番角に張っちゃう。33番、33番広いじゃん。アオリナ、はーい、このマサワキャンプ場にチェックインしました。今日はこの目の前に広がる道志川と、あとあそこにダイナミックな滝があります。今日はこの景色を見ながらキャンプをしたいと思います。あの人キャンプ場、うん、じゃあ車止めて釣りしてんじゃん。
あんなんさ、36番とかさ、この坂す登ってあそこだよ、あこだよ、めっちゃ大変じゃないこれ。雨降ったら登れないね。すごい、もうもののけ感がすごい、もののけ感が。でここに私たちが一番近い28番サイトの横に炊事場があります。で炭はここに捨てていいのかな、残った灰って書いてあるけど。でゴミは基本持ち帰りなんですけど、生ゴミは捨てられるそうです。で瓶と缶、あと燃えるゴミも紙くずや割り箸などは捨てられますね。ペットボトルや発泡スチロールは持って帰れないそうです。だティッシュとかね、そういう紙くずは捨てられます。私たちがいる一番端のサイトから歩いて、まあそこだね、ちょっと登って降りてだけやるけど、ここ27番、26番、25番、比較的木陰の多い林間サイトになってます。でこの上がさらに37番とか大きい数字のサイトがこの上にあります。だ川が見たい人はこっちの数字の若い方に来た方がいいですね。こっちね、さらに上もある。でここがお手洗いになります。でお手洗いはね、あっちのバンガローの方にも1箇所で、こっちの林間サイトに1箇所あります。あ、手前が女子ですね。あ、和式ですね。こちらは、あ、洋式です。はい、でトイレの前の大きい広場、ここがメイン4、メイン3、メイン2って書いてあるこの広場がね、ここもキャンプできます。まあ、今はグループキャンプ禁止なので複数でやることはできないんですけど、ここでキャンプもできます。上の方にね、バンガローがずっと、まあ、いろんな各種6タイプぐらいあったかな、大きさ大中小さまざまなバンガローがあります。で一応ね、向かって入ってきたところにシャワー室があるので、一応シャワーを浴びることもできます。であそこに小さく見えてるのがランドリーもあります。まあ、こんな感じでキャンプ場は雰囲気分かりましたかね。
チェックインが、1時からで、チェックアウトが翌朝の7時から11時の間ってなってるんですけど、まあ、今日みたいにね、予約のお客さんがあんまり前の日のお泊まりの人があんまりいなければ、1時より前に入っていいですよということで、私たちも、まあ、12時過ぎぐらいにね入れてもらいました。でチェックアウトも、まあ、11時になってますが、まあ、延長は受付に相談でということなので、まあ、レイトというか、アーリーチェックインとかレイトは相談でやってくれますので、電話で予約券、電話の予約の際にねご相談してみてください。でレンタル用具各種受付は3時から5時の間ということで、3時から5時の間にレンタルして返却は翌朝の10時までに返却となっています。でゴミ処理はねさっき炊事場でも説明したんですけど、ペットボトルと発泡スチロール類は持ち帰りになります。でゴミは燃えるゴミとあと缶と瓶、生ゴミは捨てて帰ることができます。で焚き火やバーベキューの灰は、残灰捨て場か炊事場ということなので、炊事場のかまどに捨てるようになりますね。で残灰場所がここに一応管理棟の後ろにあるんですけど、私たちはちょっと遠いので炊事場にあるかまどに捨てさせてもらおうと思います。ペットも OK ですね。リードつけてワンちゃんも一緒に連れてくることができます。このマサはキャンプ場のサイトになります。設営していきたいと思います。乾杯。わあすごい綺麗、めっちゃ涼しい。え大丈夫そんな言って。いやいやもうズボンびしょびしょやん。ズボンびしょびしょじゃん。